皆さんこんにちは清水真一ですいつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます今日は、えー、ココアのクッキーを作っていきます、えー、以前プレーンのね、あのバニラのクッキー作ってきましたけども今日はそのココアバージョンココアのパウダーを使った非常に簡単なクッキーですぜひ作ってみてください清水真一マネジメントチャンネルもよろしくお願いします奮闘を振るっていきます クッキーって面白くて、あのー、砂糖の種類を変えるだけでもね食感が変わってくるんですけども、まあ、これ以前にも説明してますがグラニュー糖を使うと少しザクザクとしたような食感になりますし今日みたいに粉糖を使ったクッキーはサクサクとした、えー、もろい生地になりますので使い分けてみても面白いと思います、えー、続いて薄力粉とココアを振るっていきますがまず薄力粉の方に ココアパウダー一緒にしてて混ぜていきます。最初にこんな感じで小さなホイッパー使って薄力粉とココアを混ぜておくとふるいやすいです。 はい、ではココアのクッキーのバターです。バターは常温に。二十分から三十分ぐらい出しておくと。指が入るぐらい、このぐらいですね、柔らかくなります。このぐらいの硬さにまで、柔らかくしてから使っていきます。で、カードとかで、事前にこうやって、細かく切っておくと、非常に。あの、混ざりやすいですし、柔らかくなりやすいので、こんな感じで切って準備をしておきます。 はい、では、このバターを手のひらで。握りつぶしながら。硬さを均一にしていきます。この時に、バターにだまが残ってしまうと。この後、砂糖、卵、粉。を合わせていきますけれども。あの、だまが。最後まで。残ってしまいますので。この時点で。だまのないように。しっかり。 全体を均一にしてくださいハンドミキサーで作ることもできますけれども今日は量も少ないので手で全部生地を作っていきますこんな感じですねではふるった粉糖を加えます 粉糖とバターをなじませるように砂糖がバター全体に均一になじんでいくように混ぜていきます 続いて卵黄,です、えー、卵黄は加える前にゴムべらでこのように卵黄を潰して潰した状態にしてからバターに加えていきます。 はいそしたらゴムベラの面積の多い方ですねこの面この面を使ってすり潰すようにボールの底にゴムベラをこうこすりつけるような感じで卵黄を混ぜていってください。 クッキーの生地はなるべく空気の入らないように混ぜていくようにするのがポイントです。あまり空気が入りすぎてしまうとバターが立ってしまうと成形もしにくいですし、焼き上がった後にね、なんか変な膨らみが出てしまいますので、空気の入らないように生地を作っていきます。はい、そうするとこんな感じで少し分離っぽく。 やってきますけどもこのあと粉を入れることでこれはつながっていきます、はい、では最後に、えー、薄力粉とココアパウダーを一緒にふるったものを混ぜますこちらも手で粉をなじませていってください はい、粉気がなくなるまでこんな感じですかねしっかりと混ぜます、はい、では出来上がった生地をラップにくるんでいきます なるべく薄い状態で冷やした方が冷える時間も早いですしその後成形しやすいのでこんな感じで平べったい状態で冷蔵庫で冷やします、はい、では冷蔵庫で固めたココアのクッキー大体1時間半から2時間ぐらい固めました今からこれを成形していこうと思います テーブルに強力粉を振って、生地を、まあ、両手を使って、もう一度、生地全体をまとめます。 い半分に分割をして丸い棒状に伸ばしていきます。 あの四角の棒なんかを使ってあの真,真四角にね成形していく方法もありますけれどもこう丸くするのが一番簡単だと思います、はい、直径約3センチの棒状を作りましたでもう片方も同じように棒状にしていきますはいこちらも直径3センチの棒状です はい、この状態に成形したものをもう一度冷蔵庫に入れて、えー、完全に冷やし固めてからオーブンで焼いていきます、はい、では、えー、ココアのクッキー、えー、カットをして焼いていきたいと思います1センチの厚さに カットしていきます ではココアのクッキー1 6 0度に予熱をしたオーブンで焼いていきます。 ココアのクッキー、160度で18分で焼き上がりました。はい、今日はココアのクッキーを作ってきました。えー、ココアパウダーを使って非常に手軽に作れるクッキーです、えー。アレンジ方法としてチョコレートの生地の中にチョコチップもしくはあの市販のクッキーをあのチョコレートを刻んだものを入れても面白いクッキーになるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。 えー、面白かった勉強になったという方ぜひチャンネル登録それからいいねボタンよろしくお願いします、えー、もっともっとお菓子作りを本格的に学びたいという方のために概要欄にホームペストリーというものがあります、えー、そちらは有料の、えー、会員さん向けの生配信のお菓子教室です